神を守る奇跡の木。今は誰も見たことのない未知の存在。いつ現れるのか、どこで発芽するのか、全てはそれを生みし者の心と夢次第。命を授けてあげて、エイ。まさかこれは。永遠は時間を無限に引き延ばし、夢は一つ一つの節目を輝かせる。この二つが出会うことで、神王は天理の金庫から解放され、漆黒の中から咲くの。そして悪夢は消え去り、現実は良き方へ。私たちの望む光景も依然と先に。残念だけど、私は稲妻の未来を見届けることも、あなたと一緒に行くこともできないわ。知ってる？エイ、私今とても嬉しいの。最後の願いも叶ったから。あなたの薙刀は無数の災厄を払ってくれた。ずっとあなたには申し訳ないと思っていたの。些細なお返しだけど、あなたが目覚め新たな出会いを迎えるまで、神王があなたのために時間を稼いでくれるわ。どう？きっともう役に立っているでしょ。今度こそ本当にさようならね、エイ。さようなら、マコト。